はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、サブアカなんですけど、裏で、石50個溜まっておりますので、ロジャーはちょっと今回はでもレイリー引きたいっていうのはあるんだけど、これかな、やっぱり記念ガチャかな、これちょっと行きたいなと思います。ピックアップキャラ1体確定なんで、まあウルティとかビスタが出るかもしれないので行きましょう。まあ個人的にウルティ、ビスタ、マルコンでどうだろう、ね、プリンもまあ嬉しいから、前出たのがプリンだったよね、前出たのがプリンだったから、まあでも色的にビスタ、ウルティか、そこらへん欲しいかな。でもプリン、まあでもうん、そうだね、行きましょう。行きます、頼むぞ頼むぞ、行くぞい。ちょっとランク上げていかないといけないからさ、よし、いいぞ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 、ピックアップキャラだけじゃなくて、よーし、フルエースフルエースだよ、みんな32だよ。しかもこれってことは、なんだったら旗も、旗も文字、あー文字が白、せめて墓だったらな。はい、フルエースだったらかなり期待できたんだが、どうだろう、これでも、でもなんだかんだマイナス2だけで済んでるから、まあピックアップキャラプラスもう1体ぐらいバウンドマン来るんじゃないかな。そしたら最高の神引きを今引けそうな気がする。あれ来ない、あれまさか1体だけ、あ、1体だけじゃない、いやまだある、まだある、もう1体いるぞ多分これ。プリンちゃん、いやーこれもしかして、でもプリンちゃん嬉しい、プリンちゃん全然いいわ、ありがてえ、プリンちゃん最高です。オッケー、これで、でもかけらつかないと80レベルにはなんないか。お、まだいたー、よし、ゴッドウソップは嬉しい。いやこれからだって、シャンクスまたこれから猛威振り始めるしさ、フィルムレッドシャンクスとか、まあ緑に対して強いのはいいんじゃない。オーケーオッケー、マジか、ピックアップ2体来ました。そうだよね、結果的にプリンちゃんが70になってウソップゲットと。でウソップゲットするからには80にしたいんだけどな。いやでもこれプリンちゃん普通に使ってきたいな、でもちょっと色が合ってないからちょっとあれなんだけど、いや全然いいじゃん。よし、じゃあやっていきましょう。1234、惜しい、56じゃなかったわ。よろしくお願いします。さあ、ん、ペロスさん、おお、いいね、インパクト、インパクトダイヤがいるじゃないか、よろしくお願いします。押せなかった。じゃあとりあえずどうしよう、デイリーさん抜いてくれるかな、誰か抜いてくれるだろう精神で、じゃあいきます。はい、これ戦いに行ってもいいというのかね。あ、これなんか今構えてるね、構えてるってことは当たるってことじゃないか。とりあえず抜きます、抜いといて、おっとこれはお相手をここに、ここに、ここに、ここ、まあとりあえずこれ待とうか、待っといて、それここに今ガンジガラメンできるんじゃんこれ。痛い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 、大丈夫大丈夫大丈夫、それは大丈夫です。よいしょよいしょ、あ、ケアできる、そっか、スネークマンか、痛くない痛くない痛くない、抜くかい、抜くのかい、抜いていいのかい、抜いちゃいけないね、よいしょ、まだやるかい。あそこ抜、まあまあまあ抜いてもいいか、とりあえず抜かれてもいいんで、ちょっとサボ、おサボ、おサボ、ほい、よし、 KO。 ちょっと待ってよ、これロジャーカムサリ、痛くない痛くないで、ね、カムサリはで一回ほいで、よいしょ、 KO、 気持ちいい。で一回ちょっとこれ C あたり真ん中でいるか、真ん中行って、これ緊急回避したかったかダメだったか今、お、連続で使った。あ、オッケー、じゃあ白ひげさん任せます、任せるんで、とりあえず一回解除しといて、これもうガンガンダムこれ使ってっていい気がするんだよな、これで多分一気に倒せると思うので。あ、グラグラか、ごめん、しまった、ミスった、バカバカ、危ね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 、で、よいしょ、よし、で、あとはもう全部の旗取れてるんで、ここまあ守りつつ、そうだね、これじゃあ一回これ打ってみよう、当たらなかったです、すいません、失礼しました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 、戻ります。一回戻ります、あ、ケアしてくれる、いいぞ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 、かなりいいぞ、これはいい感じ。ちょっとじゃあ他の旗貯めに行く必要もないか、これこれは大丈夫そうかな。そうだね、じゃあちょっと待つか、よし、ありがとうございました。よし、じゃあ今のところ4連勝中なんですけど、行きましょうか。でちょっとね、ずっと夢ルビーばっか使ってるから、今回まあもちろんね、勝利をもちろん徹底するけど、
なるべくちょっと先頭に挑みに行って、で次やられたら次お蕎麦行きたいと思います。お蕎麦行きましょう。でまあとりあえず上でいいよね。まあディフェンダーがいたら、いやでもまずどちらにしてもね、ディフェンダーいたとしても後でタッチ交代するとして、まずはここ大切だと思うから、ビーと、あーカイドウと誰だ今来てんな、カイドウと、あおあ結構厄介ね。とりあえず倒しといて、オッケー、KO、あーしまった、もうこれでスネークマンの方がいいんじゃ、あでも来たわ、ちょうどいいや。とりあえずこうして、じゃあちょっと任せましょうか。いるけどどうしよう、任せていいよね、任せていいよね。じゃあ任せます。でこっちで、じゃあ任せようかな。じゃあちょっと攻めに行きましょう。でこっち行きます。で下行って、あー2人とも降りちゃった、2人とも降りちゃったみたい。ウソップ何やってんだお前、ほい、あーうまミスった、うまくできんかったね。待ってや、このオロビがすごい強いので、ちょっと一回待てよ待てよ待てよ、ここは一回抜いちゃおうか。でこれ上あれだよね、ちょっとしまったな、上一緒にオロビと一緒に降りちゃったから、まあ、とりあえず溜めつつ、これ来るか、 OK 大丈夫、それは大丈夫なんで、1,2の緊急回避して、はいスネークマン OK、 で大丈夫か。で上ちょっと上がるか、一回、あー待って待って、その前にそれはいけませんよ、それはいけません。はい、えダメ、どこだ、これはちょっとここ大切になってくるかも、ここちょっと頑張り時だな、ほいよし OK、 でここでよいしょ、 OK、 KO して抜くぞ、 OK 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 OK、 よし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 、で抜いて、で上も抜けるんで、これ2つ抜けたのかなり大きいね。でここで、で下こっちも抜きに行きたいが、これ任せようかな、これちょっと任せます、こっち。じゃあ僕、あそれどうしよう、下が下も行けるんで、これじゃあ取りに行こうか、もうこれ上間に合わんでしょ、残り20秒だから。じゃあこれ抜く、あー待って、これでも上守ってくれてるよね誰か、オッケー守ってくれてるんで、じゃあここ引っこ抜いて、でもうあと1回上戻りたいけど、これ多分守ってくれてるよね上、あれ上いない、あ待っていないじゃん、やばい、あでも大丈夫か、オッケー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 、なんとか大丈夫だけど、ちょっと下っちゃったかな、ありがとうございます、ちょっと焦ったなありがとう、少し下り倒した、結局ちょっと待って、またユメルビーだ、次ちょっとおそばから行ってみるか、はじめおそばスタート行ってみる、レベル60だけど大丈夫かな、ちょっと初めレベル60スタートになっちゃうんだけど、あーあーごめんなさい、 A 行った、ごめん、 A 行った、 A 行きました、はい、 A 行ったので、どうしようかな、なんかちょっと夢ルビーばっかになっちゃうのはあれだから、お蕎麦にする、よしじゃあ行きましょう、ちょっとお蕎麦にしてみました。まあお蕎麦が負けたら、まあちょっと夢ルビーに切り替えっていう形にしていこうかな。でもお相手が、なるほど、レイリーなんだけどガープおかしいですね。よろしく、あー押せなかった、危ねえ、今スキル押そうとしちゃったじゃん、危ない。じゃあ押し、抜かしていただき、ねえこれ裏取り、あーでも言ってくれてる、今おそば誰が言ってる、今誰が言ってるか分かんないけど、とりあえずどうしようかな、僕でもこれゲッターだから、別に行く必要ないか、ここをとりあえず守りつつって感じしようかな。いやどうなんだろう、ちょっとおそばの立ち回りが分かんない、間違いなく戦いに行くじゃなくて奇襲をかける感じなんだけど、でも多分マルコかな、あれマルコか誰か言ってんだよね、言ってるから、まあ、とりあえず貯めつつ、まあ奇襲かけに行こうか、結局後から後から行きたいけど、これあ待って、これガープ、いやガープ勝てるかこれ、ちょっと厳しいかもしれん、とりあえずガープに来い、よいしょ、で1,2の大丈夫か、2あナイスナイスナイス、ゾロいる、あー敵かい、待ってこれはちょっと一回、これがこれでいいのかこれでいいのか、なんであと B も奇襲しに行くっていう形で、 B もちょっと取りに行こうか、 B も多分取りに行けると思うので、よいしょ、 B 取りに行って、そっからもう一回奇襲かけに行きたいけどね、そうだね、こうしてでスキルブーストかかってるから、そのままこれも抜いちゃおうか、これも抜いちゃって、でオッケー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 、抜いちゃうよ、抜いちゃってカブサリもコーナーいい、でこれ上よいしょ飛んで抜ける、抜かれるか、しかし3-2でこれで大丈夫か、多分大丈夫、でも一応抜いておきます、オッケーなるほど、ありがとう、まあこういう感じになるのかな、分からんけど、時代が少し動いてるかもな、なんかまあとりあえず奇襲かけて、もうどんどん後半旗引っこ抜きましょうみたいな、そんな感じでいいのかな。
わかんないけど、はい。わかんないけどしか言ってないが。はい、というわけで、今回は、まあ、ちょっと基本的に夢ルビー中心で、で、ちょっとお蕎麦も最後後半らへんちょっと使ってみましたが、いかがでしたでしょうか。まぁ、ちょっとね、こっから、なんとか S マイナスまではちょっと一気に駆け上がれればなとは思ってるけど、まぁ、で、わからんよな。そんな簡単ではないかもしれないですけど、ちょっと頑張りたいと思います。そして、ガチャがね、まぁ、本当にありがたいことに10連でピックアップ2体という、かなり、いい神引きをちょっとしましたので、いやーちょっとね、夢ルビーを早く、実はちょっと新しいガチャ来てるんだよね。それがかけら20個と30個が20連目30連目にあって50個ゲットできるんよね。ね、夢ルビーが残り80個なんですよ、かけらの数が。だからそれを使いでもね、あんまりこっちではあんまり課金しないとは思ってるから、まあイベントを周回して、まあ、100レベルにするから、あとはかけら、特訓でかけら集めつつ、イベントで多分60個、70個ぐらいゲットできるんで、まあもうちょっとで夢ルフィ100レベルね、いけるかなと思います。またね、100レベルにしたらその時ちょっと動画にしたいと思いますので、その時は、まあ今後100レベルにしてから、ようやくいろんなキャラクターの育成に取り掛かれるかなと。はい。じゃあ皆さんお疲れ様です。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。